ユンカー振動試験機出展 https コロンスラッシュスラッシュ mdmetric.com スラッシュユンカー振動試験はボルト締結の対振動性を検証するために広く用いられる機械試験の一つである。現在広く普及しているボルトナットの締結力を検証する振動試験は2種類あり、一つは米国航空規格に則っ,った謎式振動試験。 もう一つが、ドイツ工業企画である DIN65151 に準拠したユンカー振動試験である。ボルト締結体にとって最悪と言える状況下で試験を行うため、世界で最も厳しい振動試験と呼ばれることもある。ユンカー振動試験では、ロードセルと呼ばれるセンサーに試験機を接続し、ボルトナット等試験対象の締結物を締め付ける際に加えられた力量と、 その結果発生した軸力を測定することができる。締結軸力とは、加えられた締め付けトルクが、締結物の座面及びネジ部の摩擦抵抗により、奪われた後に締結体に残存する力量を指し、締結体が締め付けを行う力である。このロードセルにより、ユンカー振動試験では、どの程度の軸力が振動によって失われているのか、また軸力を完全に失ってしまう時点を特定。 決定することができる。ボルト締結に先端方向の振動を加えた時の締結に関連する要素。A、振動変異量、振幅、FQ、先端力回部位、低血力振動に起因する、ボルト締結の自発的な緩みのメカニズムは60年にわたって研究され続けてきたが、現在では回転緩みのメカニズムは多方面の研究により解明されている。 1969年、ドイツの工学博士であるゲルハルト・エイチ・ュンカーが発表したボルト低血帯が先端方向の振動を受けた際に発生する戻り回転のメカニズムについての論文をドイツ自動車エンジニア協会が認定。DIN65151 として規定する実証試験企画とし、その発表論文に記載されていた試験方法及び装置を用いた試験が あとに、ユンカーの名を冠して、ユンカー振動試験と呼ばれるようになった。また、近年になって、DIN65151 規格にて明確に、規定されていない、振動数や振幅、さらには二流化モリブデンペーストでの潤滑など、試験方法の詳細点や試験結果のレポート方法に至るまでを規定した、新たな規格、DIN25201 が2010年に制定された。 設計士は、ユンカー振動試験を行うことで、ボルト低血部が振動にさらされた際に低血力を失う地点を検証することができ、ロックナットやウェッジロックワッシャー、その他ザガネ類のようないわゆる、緩み止めといわれる製品の機能を、耐振動性という点で検証することもできる。ユンカー振動試験の様子は、下記のようなものである。 シャッツジャパンネジ緩み振動試験ユンカー式ディン65,151、25,201、ウィキペディア、ユンカー、テスト株式会社ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー、池田金属工業株式会社ユンカー振動試験、結果、ありがとうございます。